これは第20話のダイジェストビデオである。弥生たちは河川敷で霊媒師のシャミ・ナギコとある少年に出会う。夕方になり友人たちが次々と帰宅していく中、ベンチに座り続ける少年。少年の抱える肉団子と展開していく紙芝居のストーリーに慶太郎たちは恐怖するが、4人の運命はいかに。